お。すみませんが、そろそろうちの夫からどいてください。最近さ、うちに帰ると金の木さんがぴったりくっついてきて離れないんだ。いきなりのろけかよ。トイレもお風呂も、なんで泣くんだよ。俺ももっと求められたい。俺なんて。ひくらかわくん、こちらがあなたをご指名のふわいさんです。ご指名ですか。はい先生、俺誰かに選ばれるなんて初めてで、まありがとうふわいさん、俺を大切にしてね。でチュッチュしまくってたらふわいが逃げ出して、その日は戻ってこなかったんだ。しつこすぎたんだね。一緒に入りたいのかな。いいんだけど、金の木さんに全裸を見られるなんて。でもよく考えたら金の木さんは常に全裸。よかったらどうぞ。あ、お背中流しますね。ああ、こうやって泡にまみれてる金の木さんの毛並みの滑らかなことといったら、あ、それも洗うよね。こっちに。そうやって使うものを。濡れてる金の木さんってちょっとだけ小さく見えるよね。ごめんなさい。毎日は一緒に入れません。ゴシゴシ、さっきは急に出て行ったりしてごめん。もう少し時間が経てば二人暮らしにも慣れてくるんじゃないかなって思うんだけど。ふわふわはーん。俺ってダメな嫁。ケロス。